これを確認する脇本は車を下げそうです。さあそして関東勢に切り替えていった2番の清水、これで脇本は下げ切って6番手。さあ後ろに3人の援軍があります。したがって脇本今日は下げたい1人が6番手です。1コーナーから2コーナー打掌前の攻防、8番の酒井陽がやはりペースを上げようというところ、5番車神山拓也、4番木暮康義です。鐘が鳴って脇本優太は6番手からのまくり勝負、前とは車間を4写真から5写真焼けて仕掛けるタイミングを伺います。最終ホームに帰ってさあ8番酒井が思い切ってかけていく、5番車神山拓也、4番木暮康義、4番手先まくりを打てるか2番の清水です。9番車小倉隆二、依然として脇本は6番手。最終2コーナー清水が先にまくりを打っていく、そして行った脇本、行った脇本、行った大外、これはスピードが違います。もう2センターで決着がつきました。脇本優太、成田和也直線コース、脇本成田が食い下がりますが差が詰まらない、脇本です。7番成田残り2周、赤バンドホームをこれから通過するところで、8番柿水、3番佐々木、7番堤の四国勢、9番の内山がちらっと脇本の動向を警戒しています。さあ脇本は7番手、仕掛けるタイミングを伺いますが、4番手の内山が前と少し車間を空けています。さあ先に4番手から9番の内山、内山がジャンマイ先行に出そうだ、9番内山ジャンマイ先行、2番の小原、ちょっと8番の柿水がインデで待って、おっと8番柿水がインデで待っている、1番脇本は後方の7番手、前とは車間が7写真8写真開いていますが、さあここから脇本間に合うとか、残り1周、9番内山、2番手は2番、小原が外並走守り切って、5番のそして6番の大西、そして行った1番と脇本、ちょっと5番の稲垣が口が開いている、稲垣口が開いていますが、脇本が一気に今日もあっさりとあっさりと人気に応えます。焦点は2、3着争い、脇本独走、2着争いはどうだ、2番の小原か、あと鳴りそうです。残り2周の 800m、 前は関東のトリオに代わって根田は中段中段、脇本は後方の7番手、1コーナーから2コーナージャンマイの攻防、鈴木玄斗がペースに持ち込もうというところ、鈴木玄斗がペースに持ち込もうというところ、4番手根田は前とは車間を5写真開けて、脇本も前とは車間を大きく開けています。鐘を合図に2番の根田がかましていきました。根田のジャンガバシ、根田のジャンガバシ、健康一滴の勝負に出た2番車根田隆です。5番車小原大輝、3番の筒井で叩かれた鈴木は4番手、1番の脇本は今日も7番手、脇本優太は今日も7番手、最終1コーナーから2コーナー2番根田、5番小原、そして中段4番手6番鈴木の先まくり、後方から1番脇本も動いていった、脇本も猛然とスパート、5番手4番手、あっと高久保は離れてしまった、直線コース根田隆、大外をやってきた脇本優太、そしてそ成功法清水も脇本の動向を警戒しています。いよいよ残り2周の 800m、 さあ脇本がどこで動くか、2番の酒井が大きく前と車間を空けている、そして脇本も例によって車間を空けました。この間に誘導は退避、3番清水、8番桑原、6番筒井、7番の小倉、まもなく鐘を迎えるバックストレッチ、さあ山下ろしをかけて1番脇本優太、今日はジャンでかましていく、前は3番の清水博人、清水も踏み込んでいますが、この中四国勢を飲み込んで今日は先行勝負になって、1番脇本優太ぴったり寄って4番稲川翔です。叩かれて清水は3番手、前とは4車審査、2番の酒井は後手に回って後方7番手、縦流れ展開、最終2コーナーからバックスイッチ、1番脇本優太、4番稲川翔、後続は出番がないか、近畿両者ワンツー体制、4コーナーから直線、脇本優太、稲川翔懸命に追いつかれますが差が詰まらない、脇本優太強い、1番脇本4番